お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。今日はですね、グレイのね、シングルランキングトップ5を、この私が全部歌う。この傲慢なお坊ちゃん企画。ね、ギタリストに、このプロのギタリストを呼ぶっていう贅沢な、今日僕一切弾かないですからね。攻めましたよ、私、この企画。これでも、この企画、初っすか？初っす、これ。このめちゃくちゃな、あのね、自分のチャンネルを完全に私物化してる、この企画。これでも、なぜこの企画をやろうとしたか。やろうとしたんですか、これ。なんかね、前、あの、ハウエバーのギターソロやったんですよ。で、歌って、意外とね、気持ちよくて、もうお金もやったろうなと。で、まあ、グレイ世代でもあるじゃないですか。あ、そうっすよね。我々ね。うん。んで、なんかね、シングル調べたら、とてつもない枚数売れてたんですよ。グレイが。だってもう、黄金期。黄金期なんですよ。CD。んで、なんか、あの、まあ、俺がね、歌うだけならちょっと、あれじゃないですか。傲慢すぎる企画なので、シングルランキングの枚数とかもちゃんと紹介して、情報をちゃんと伝えた隅っこで歌うみたいな。なるほど。ちょっとね、今と比べると全然。いや、もう全然違いますよ。もうぶっ飛び枚数なので。ちょっとじゃあね、第5位からでも早速ですけど、はい、紹介していきましょう。じゃあ、はい、第5位どうぞ。じゃあいきます。ワン、ツー、スリー、フォー。あなたに会えたこと、信じ合えてるもの、その一つ一つに、心を震えて遮るもののない あなたへ続く道の上で今愛を束ねて届けたいと願うあなたを愛する喜びと苦しみを包み込むような命のきらめき思うとき誰も一人では生きられぬ弱さが愛しくてその手をつないだうえぇ第5位がですね、はい、Be With You ですよ。名曲っすね。売上枚数がね、117万枚、100万枚超えてますよ。これがでも5位、はい、5位なんですよ。これ5位ですよ。117枚で。まあ時代もありますからね。あのガンガン CD がまだ売れてる時期で、1998年11月25日発売で、なんかね、ドラマタブロイドのなんか主題歌になってますよ。タブロイドします？俺全然わかんない。Be With You はめちゃくちゃしてますから、もうこの名曲がね、第5位っていうことでね、まだまだこれから売り上げ枚数もバンバン来ますから、はい、まあこれが第5位ですから。はい。たゆえまなく注ぐ愛の名を平安と呼ぶことができたなら言葉では伝えることがどうしてもできなかった愛しさの意味を知るあなたを幸せにしたい胸に宿る未来図を悲しみの涙に濡らさぬよう紡ぎ合い生きてる第4位がね、ここで However なんですよ。However なんか1位かなと思ってたら、うん、確かに意外とね、4位売上枚数がね、134万枚ですよ。134っすよ。印税どれぐらいだろう、ね、印税多分やばいっすよ。ね。あの、だって、カラオケでも全然歌われてるし、あの、発売がね、1997年の8月6日なんですよ。はいはい、でも20年ぐらい経ってるじゃないですか。うん、もうそれまでの多分、これ稼いでかくこの曲だけでも多分、えげつないっすよ、多分。なんかあのね、TBS のドラマの略奪愛、危ない女っていうのを知らないか知ってる知らないです、ね、初めて聞いた時に中1やったかな俺が例えば聞いてなんかねうわいい曲だなっていう中1ながらまあそんな中1のやつに言われてもでもなんかねあいい曲だなって思ったぐらい
すごい曲なので、まあ、もし知らない人はね、もう、あ、そうか、だって知らない人、いるかもしれない。ね、そう。だから、これ聞いてね、俺がオリジナルじゃないってこと。もしかしたら、あ、西尾さんの曲なんみたいな。間違って思わないかもしれないですけど、うん、まあいい曲なので、うん、ガンガン聴いていただいてね。ワンツー、不意に心を奪った瞬間のあのときめきよりも眩しいほどに、いつか出会う夢の中を心のままに待ち焦がれていた、あなたをこぼしてう。第3位がですね、ソウルラブですよ。はい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 。これどんな感じですか？僕ね、ソウルラブすげえ覚えてるんですよ。誘惑と同時発売なんですよ。あ、2枚同時みたいな。んで、なるほど、これ売上枚数がね、137万枚なんですよ。はいはいはい、はい。で、ハウエバーとね、そんな変わらないっていうか、うんうんうん、で1998年のね、4月29日発売で、カネボーかなんかのキャンペーンソングっていうの書いてて、俺それちょっとわかんないんですけど、もう俺が覚えてるのはとりあえず2枚同時リリースで、で、俺、なんかね、レンタル屋に電話して、置いてますかって。あ、ええー、そんな、そんな、当時の記憶が。当時の記憶がもう、その聞くやつ、痛いやつじゃないいやなんか聞いたなっていう記憶があって、まあソウルラブで、まあここでソウルラブが出るってことはね、うんうんうん、次のやつが何かっていうのは、ね、もしかしたら予測できるかもしれないですけど、はいはいはい、まあ第3位がソウルラブですので、はい、いきまーす。時に愛は二人を試して伸びこうぜ Love you、 気はどい視線を振り切って Wow wow wow、 嘘も真実も駆け引きさえもいらない、今はお前が誘うままに、 Wow、 溺れてみたい。第2位がですね、はい、ここで誘惑です、うん、どうですか、誘惑覚えてます？めちゃくちゃ覚えてます。めっちゃ流れてましたよね、あの PV が、うん、あの印象的でどんなやった PV？ なんかこう円形のステージでああカメラがこう回ってるみたいな、見たかもしれん俺。みんなでこう、ちょうど僕が中学生の時に、うん、はい、リリースされてたんで、あ、そっか、中1とか確かそれぐらいですね。で中1くらいの時に僕ギター始めたんで、あー、だからドンピシャ、ドゥ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 、あー、リフそうっすね、やりました。僕も確かにそのね、中学ぐらい聴いて、なんかね、学年でギターやった時にあいつなんか誘惑弾けるらしいでしたら、なんかやっぱ見に行ってこうなんか潰したのかなって自分でちょっとでも前そう思ったでね、売上枚数がこれ162万枚ですよ、はい、すごいっすよね、やばいっすね。なんかね、TDK のね、ミニディスク、MD かな、 あれのキャンペーンソングで、あ、まあ、モンスター級のシングルですよね。あ、今聴いてもかっこいいですね。あ、かっこいい曲なんでね。まあ、そんな2位でございました。うん、いきまーす、はい。いつか二人で行きたいね、雪が積もる頃に。生まれた街のあの白さをあなたに。もう見せたい、会いたいから恋しくてあなたを思うほど、うう、寒い夜はまだ胸の奥、鐘の音が聞こえる。第1位がですよ、はい、ウィンターゲインです。覚えてますかこれ？めちゃくちゃこれ覚えてますね。めちゃくちゃ覚えてますよね。めちゃくちゃ覚えてますね。僕ね、あのね、勝手な自分の思いで言うとね、なんかね、中2か多分それぐらいの時になんかこうスキー合宿行くバスの中で聞いてましたよこれなんかもういい思い出しかない。もうなんか僕が一番輝いてた時期どんだけ昔やねんみたいな。売上枚数がね、164万枚、まあ誘惑とそんな変わんないんですけどまあそれでも164っすからね。発売がね、1999年の2月3日なんで、まあまあそういう他の曲とで似てる時期なんですけど、うん、これだって、これも PV が、うん、ああそうワンカットで、あ、そうなんですよね。それも良かったんですよね。でね、あのよく聞いたら、あのギター、
ギターフレーズが結構ね攻撃的なんですよ。ノイズみたいなギター入ってる、なんかカンカンカンみたいな、なんこの音みたいな。でもそれがめちゃくちゃかっこよくて、なんか今聴いてもすごい勉強になる曲なんじゃないかなと思って、ね、なんか JR 東日本かな、スキーのあーなんかキャンペーンソングかなんか、なんか曲でもうぴったりですよね。まあみたいなね感じで、皆さん結構ね、僕ら世代とか30代ぐらいとか40代ぐらいの人だったらめちゃくちゃグッとくる曲ばっかりだったと思うんですけど、他にもいい曲あるんでね、まあぜひガンガン聴いてもらってね。まあまあこの企画はね、まあ好評であれば次回ラルクとかね、あルナシーとか、僕あのラルク世代なんですね。 ラルク派やったんですよね。さ3つあったでしょ、ルナシー、ラルク、グレーみたいな。あそうっすね、その3つぐらい俺やりたいなと思ってて、でもこの企画いまいちやったらめっちゃ低評価ついてやるやる求められてないからみんな高評価をお願いします。ぜひまああの上口くんもねまた読んでやるんで、はい、ちょっとまた次回もね、ま、やりましょう次回、はい、まあこんな感じでねまた頑張っていきますんで、次回もねよろしくお願いします。ありがとうございました。